ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪、浅井です。芦田です。今日は初めて、になりますかね。芦田さんと、はい、とうとう出る時が来ちゃいました。はい。今日もお客さんに言われてましたね。芦田さん出ないのみたいな。ですね。はい。あの初めて、芦田さんと一緒にお車を紹介していきたいと思います。はい。では早速今日紹介するのはこちら。アウディの Q8S ラインですね、はいはい、こちらオートメッセにも展示させていただいてたお車ですよね。そうですね、はい。ね、まあ、まずは、エアロ関係、取り付けさせていただいて、まあ、この下ですね、この下の部分が、はい、アウトの、そうですね、フロントリップスポイラーですね、はいはい、装着しております。やっぱりSUV だけあってこう顎がないっていうか、うんうん、どうしてもフロント、まあ、分厚いのは分厚いんですけど、どうしてもここが結構足りないっていうお客様が多いので、そうですね、まあ、そこにつけるような感じで、うん、まあ、アブトはやっぱりドイツの、アウディとしては一番ナンバーワンチューナーですし、まあ、いち早くリリースも早かったですし、まあ、このエアロは一番よく売れてる、うん、ますよね。やっぱりお客様はやっぱりこの Q8 一発目見て、うん、どうしてもそのフロント周りのボリュームが、うん、なかったんでちょっと寂しいなっていう話になって、で、まあ、やりすぎ感出すのも嫌だったんで、まあ、アウトが一番、しっくりきたっぽいですね。そうですね。で、はい、これフルバンパータイプじゃないので、まあ、今のやつってこういう、レーダー、うん、アダプティブクルーズコントロールとか、まあ、360度カメラだとか、まあ、いろんなセンサー類が埋め込まれているので、やっぱもうリップタイプが結構主流っちゃ主流ですよね。 うん、でもこれリップタイプにしてはこれ、まあ、僕も近くで見るのは、まあ、初めてなんですけど、結構造形しっかりしっかりしますしてますね。ここのグリルとちゃんと合わせるというか、はい、感じですごく凹凸があって立体感がある、まあ、そこの辺さすがドイツだっていう感じはしますよね。でまあ、正直本当言わないとわからないんですけど、塗り分けしてます。ええこの下が、ボディ同色です。あ、はいはい、ここグロスブラックです。あ、なるほど、はい、塗り分けしております。まあ、ちょっとわからないづらいですけれども、まあ、そこはこだわりということで、はい、塗り分けです、ね、塗り分けですね。お客様しかわかりません。まあここもあれですよね、グリルのところ S ラインだったらこれ通常、まあ、グレーというか、いや、この車が、ちょっと、ね、さっきどういうパッケージか分かんない、うんうん、忘れたんですけど、もう全体的にも、もともとブラックアウト、そう、さっき聞いてて、もうこれもうちでブラックアウトしたのかなと思ったら、これね、もともと黒かった、ただ、普通の S ラインはここ、グレーそうです、ね、ですから、まあお客さんがね、純正のブラックラインというか、なんかそんなんしてるか、うん、まあ黒くしたのか、ね、そうですね、以前してるか分からないんですけれども。うん、まあ、やっぱりここ合わせてここのグリルの枠、うん、まあ、これ通常だったらここメッキのメッキのここグレーですから、そうですね、一緒に黒くするっていうのはもう全然ありですよ ね、うん、そうですね、より一体感増しますんで、うんうん、いいかと思いますね。でこれアブトってここもつくんですよね、ここの、そうです、この、横のトリムも、そうですね、あ、ですね、あ、やっぱりここあると全然違いますね、うん、よりダクトが大きく見えるというか凹凸感があっていいですね、うん、はい、では次足元の方ご紹介していただければ、またこれすごい立体感というか立体感のあるホイールですね。そうですね、一応こちらの方が、まあ最近、まあボンドグループ全店で結構、出てくると思うんですけども、アメタン AL30 ですね、はい、はい、AL30 の、R シリーズ R70 という、まあ仕様になりますね。ね、一番最高級シリーズ、しかも3ピース。そうですね。一番高いやつですね。はい。これ 3D センターキャップとか、まあ、皆様これ選びますけれども。そうですね。これだけでオプション金額すごいですよね。いくらになるんですかね。いくらでしたっけ。ホイール全部で、いくらするんだっていうぐらい。本当に。ですけれども。お客様この、センターキャップ、見るまで全然。気にしてもなかったんですけど、うんうんうん、実際見たら感動してました。ああ、そうですね、こんだけ削り込みですし、うん、まあ、確かに僕も AL13、売るときは皆さんこれ選ばれますものね、やっぱり、うん、そうですね、うん、で、フィニッシュはブラッシュロ、そうですね、ブラッシュドクリアで、はい、リムが、ポリッシュですかね、ですね、はい、まあ、スタンダードな仕上げではあるんですけど、最初正直、
フルポリッシュ、うんうん、ゴリ押ししてました僕は、ただやっぱりお客様的には、まあどうしても、まあ、単造ホイールなんでちょっとこうブラッシュ感を出したいっていう感じになったんで、この仕様でさせていただきました。まあ、デザインが結構派手なので、うん、まあ、ブラッシュドシルバーでもすごい存在感があっていいですよね、うん、そうですね。でピアスボルトはこの、50-50、まあ、いわゆる飛ばしですね、はい、になってます。で一応まあフロント 10.5 の後ろ 12J、 そうだ、はい、これタイヤサイズ、23インチですよね。23インチです、さっき見てたんですけれども、ランボルギーニ純正ですよね。純正です。だからウルス用なんですよね。もう完全結局ウルスと一緒ですね。ピレリ以外サイズないですよね、ほとんど。確かなかったと思いますね。ですよね。でこれのタイヤも結構欠品とかしてて、うん、入手困難って聞いたので、そうですね、本当に、すんごくでかくて、すんごく、まあ、このタイヤ自体も高いタイヤ、ランボルギーニの純正を履いているという感じですね。そうですね、はいはい、では次リアのホイール、まあ、ホイールのデザインはもちろんフロントと一緒なんですけれども、さっき言ってたように 12J なので、もうさらに立体感がこれ横から見た時すごいですよね。そうですね、このコンケーブ具合といい、はあ、そして325、はい、もうスーパーカーですね。もう SUV には似合わない325ですねまあでもね、ウルス、まあ、さっきも言いましたけどウルスもこのサイズですので、本当にこういうスーパー SUV ですか、うん、には、このぐらいのサイズ、はい、増えてきてますよね。じゃあ続いてリアの方ですけれども、はい、リアもフロントと同じで、はい、そうですね、こちらの方は、リアのディフューザーですね、はい、こちらの方がフロント同様のアブトの、そうですね、リアディフューザーを装着しております、はい、まあ、これもすごくフィンとかあって立体感のあるデザインですね。そうですね。でこれもともと確かスクエアのテールエンドですけど、こんな感じで4本出しのマフラーカッターが付属するような感じ。そうですね、まあ、マフラーはねノーマルのものですけど、確かそのディフューザーにこう一体成形されたような、あ、でしたよね、うん、マフラーカッターっていうんですかね。そうですね、だったんで一応まあ4本出しになってこう迫力も増しますね、はい、で、まあ、マフラーはまあノーマルのままですよっていう感じですね。そうですね、はい、でこれも当然塗り分けしております。あ、本当だ、はい、本当ですね、メタリックが入っている部分と、ソリッドの部分が分かりますね、はいはい、まあ、これもこだわりのポイントですね。こだわりです。で上に見ていくと、トランクスポイラー、そうですね、こちらの方が、マンソリーの、ね、カーボントランクスポイラーになるんですけども、もう同色に塗っちゃってます。これわざわざ、そうですよね、塗ってるんですよね、はい、見積もり見たらカーボンってなってましたけど、もったいないですけど、これもまあここだけねカーボンっていうのもおかしいので、もうここはそうですね、潔くもう同色で塗ったと、うん、そうですね、全体のバランス見るとやっぱり同色の方がやっぱり立体感増すので、うんうんうん、ね、はい、でまあ当初あのアブトからこの上の、あ、そうですね、アブトは上だけですね、ルーススポイラーもあったんですけど、それをつけてしまうとちょっとこうお客さんと話してる中でどうしても後付け感出ちゃうような感じだったんで、そこはもうなしでこちらだけ、なるほどなるほど、装着という形です、ね、そうですよね、アブトって、うん、まあ、トランクスポイラーの設定がないの で、 そうです、ね、まあ、これパッて見た時にうわどこのスポイラーだろうみたいな感じで思いましたけれども、うん、マンソリー、はい、さすがマンソリー、まあ、デザイン的にもすごく洗練されてますし、す、ね、ボディーラインに溶け込んでるんで、まあ、これいいですよね。そうですね、ね、うん、まあ、逆にこれだけつけることも可能ですし、うん、まあ、リア周りもこんな感じで綺麗に仕上がってますね。はい、はい、じゃあ次インテリアなんですけど、はい、これは僕もですね非常に苦労したのを横で見ながら知っております。はい、一番苦労しました、はい、お客さんも笑ってました、はい、どこが苦労したんでしょうか。まずは、内装のカーボンパネル、こちらのパネルですね、もともとシルバーのパネルだったんですけども、すべ、ね、て、内装カーボンパネルに交換させていただきました、はい、これが、純正アウディの純正のカーボンパネルになってますね。はい、さすが、まあ、ドイツの、純正のカーボンパネルってやっぱりこうドライカーボンなんで、本当に歪みがなくてピシッと綺麗に目が揃ってて、すごい綺麗ですね、はい、やっぱりフィッティングもやっぱりもうすごく良かったですね、はいはい、なんですが苦労したポイントが、まあ、センターコンソールの、まあ、一部パネルが、まあ、やっと届いたにもかかわらず部品が違うかった。そうですよね、あるあるですよね、あるある、これはもうあるあるなんですけども、再度取り直した分がまた違ったやっぱりこの新しい車ですとか、はい、やっぱりそんな出ない部品って結構その EPC あのパーツカタログに掲載されている部品番号って
やっぱり違うというか間違ってることもやっぱりドイツであるみたいなので、本当に実際来てみないとわからないこととかありまして、やっぱ形だけでは右左判別できないので、ね、来てからあれってなったことはまあ僕らもね過去によくありますし、それでねだいぶ時間かかりましたし、もう何回も何回も取り直しして品番だと合ってるけれども実際に来たら違うということがあって本当に大変そうでした。一番最初届いたのがまあ左ハンドル用が届いてて、で、ね、でまあ要は右ハンドル左ハンドル用で、ここのパネルの長さが違うんですよね。そうですね、そうでした、そうでした。右ハンドルだとセンターコンソールがこうちょっとこうオフセットされて運転席寄りに傾いてる状態なんで、まあ、左右のパネルの長さが違うんですねそこまで分からないですもんね、来ないと、はい。でもこれめちゃめちゃ綺麗ですね、やっぱりここのドアのところとセンターパネルのところ、シフトノブも変わってるんですね。シフトノブも変わってますね。はい、はい、いやこれは時間と手間をかけた甲斐はありますね。そうですね、まあ、お客さんはまだ見てませんけども多分喜んでくれるだろうとやっと完成いたしましたと。なるほどですね、はい、今から納車ということですね。納車ということで、はい。あでもここのカーボンと向こうのカーボンもすごい綺麗ですね。そうですね、で、まあ、夜とか特に、まあ、カーボンパネルの上に、まあ、間接照明というか、うんうん、アンビエントライトついてますんで、よりこう夜間は綺麗ですね、うんうんうん、はい、だその辺は純正なのでもうフィッティングもバッチリですし、うん、そうですね、まあ、後から加工するとねこれが分厚くなってもあの入らないとか多々ありましたから、ありますね、やっぱりその辺はさすが純正とのクオリティといった感じですね、うん、はい、というわけで、今回浅井君どうだったでしょうか。そうですね、まあ、もちろん、ね、外見はアブトと、まあ、マンソリーですごくかっこよく決まってますし、ホイールも、23インチ、なんですけれども、やっぱり、ね、お客様のこだわりが随所に見れる、仕上がりだったかなと思います。まあ、もちろんグロスブラックと、ボディ色との塗り分けですとか、やっぱり、ね、内装のカーボンですよね。僕そこまでですね部品が違うかったりのが何回か来てたら本当に多分くじけてしまうんですけれどもそれにやっぱり最後まで対応する、まあ、芦田さんの、対応力っていうのもありますし、まあ、ホイールも23インチでやっぱりこのデザイン、まあ、すごく高級なホイールですけれども、まあ、あえてこれを選んでいただいたっていうお客様のこだわりが、まあ、随所に感じられる一台に仕上がっていると思います。そうですね、まあ、こちらの、まあ、オーナー様、まあ、もうかなり古い、お付き合いさせていただいているお客様で、まあ、いろいろ乗り継がれて、まあ、カスタム、させていただいているんですけども、やっぱり、まあ、さらっと乗れる車っていうのが、まあ、お客様は一番ベストみたいなんで、まあ、やりすぎかんない程度にこう人とは違うドレスアップができているのかなと思いますね、はい。なんで、まあ、喜んでいただけるんじゃないでしょうか、はい。まあ、このぐらいだったら、ね、街乗りもすごく乗りやすいですし、すごく、実用性もある仕上がりかなと思いますね。そうですね、はい、はい。というわけで本日は、Q8 ご紹介させていただきました。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。